はもうすぐそこに小さな足音を立ててやってこようとしています。今日は暖かくなり始めた日の光を体いっぱいに浴びながら、上北沢駅前から下高井戸と松原をたどって、大田の羽根木公園までゆっくりのんびり歩いてみましょう。アウトドアライターの芦澤さん夫妻が息の合った話を弾ませて、まずは上北沢駅前からまっすぐに伸びる桜並木の下を歩き始めました。今はまだ梅の季節だけど、桜が咲いたら素晴らしい住宅街なんじゃないでしょうね。うん、そうだね。道路が狭いから昔のままの並木がそのまま幅としてね、だから取ってあるんでしょう、きっと。残ってるから車が多いと大変だけど、そうじゃなければすごい綺麗だろうな。でも地域はこれ桜上水じゃない、地名は上北沢。上北沢さんの記念美術館、美術館記念館、資料館、資料館。素敵な、綺麗な、素敵な教会ですね。古いらしい、これが。どうぞ。はい。入ってください。素敵ですね。随分こう、こじんまりして。でも静かで、それがすごく落ち着いてるね、さすがにね。昭和6年というか、私たちが生まれるずっと前だよ。ずっと昔ですね。綺麗な造形だな、アーチが、これもかなりアンティークな椅子だと思いませんか。今最近のスチール製が多いから、心が和みますね。豊彦記念松沢資料館は、数多くの社会的事業に力を尽くし、また視線を越えてなどの著者で知られる香川豊彦の生誕100周年を記念して開設されました。ここには香川豊彦の残した文献などさまざまな資料が展示されています。この日は特別にアマチュア合奏団による練習が開かれ、和やかな雰囲気の中、礼拝堂に弦楽奏が響いていました。静かな住宅街に広がる畑でも、春の作物のための準備が始まっています。大きいトラクター、実を言うとトラクターを見るの初めてだったりして。そうじゃないけど、こう実際にね、こんなふうに動かしてる状態っていうのはあまり見ないでしょ、みたいな感じがする。こんにちは、お邪魔します。これからジャガイモを植えるもんですから。あ、ジャガイモなんですか、はい、今何をやるのか。そうですか、今何、これから何かしらと思って、もう2月のうちにね、植えたいと思います。でも東京の中でこういうトラクターを見るとはね、結構あるんですよね。世田谷、練馬は、それから高等産区だったの間はね、野菜の生産量っていうか、非常に多いですよ。無農薬というわけではないですか。それはちょっとやっぱりと難しい、低農薬ですけどね。低農薬、はい、一昨年ちょっと東京都の方から調査に来ましたけども、私の農薬の薬代が少ないんでびっくりしてるんですよ。そうですか。やはり周囲のことも考えますからね。そうですね。珍しいでしょ、あんまり歩かないか。私は大好きな町というか大好きな商店街。なんかアメ横とも違うでしょ。アメ横とも違うし、下北沢とも違うし、なんていうのかな、住宅街の中にこれだけね、いろんなお店があるっていうのはすごいと思うんだよ。これの漬物屋さん、この隣が見て、お店屋さんなんだ。本当だね。
もうあここすごいな、スーパーマーケットのパックの味噌に見慣れてると、ね、本当だ、感激する。信州味噌、コシヒカリ、いちごの味噌、あ、本当ね、うん、天然香子、菅原神社、北の神社だよね。そう、学問の神様です。商店街から少し歩いていくと住宅街の中に学問の神様菅原道真公を祀った菅原神社があります。松田大学教育学部、今は受験がね、受験の真っ盛りだから、今は全部受験だね、今本当ですね、うん、切実ですよこれは。中学、高校、大学全部あるね。真剣にお祈りしないといけませんよ。1日に風邪をひいて寝た人は初詣をまだしていませんね。ここへ本当はこうあるんだ。そう、その代わりかもしれません。うーん、楽しみ、あ、せーの、せーの、お酒、ここのところもいかにも世田谷なんですけど、寺町といえば烏山が有名ですが、ここ松原五丁目も5つの寺が軒を並べる小さな寺町、路地一つにもどことない風情が漂っているようです。松鳳寺、狛犬さんがこれ、門がすごいね。すごいわね、何度も火事にあったお寺でしょだから門だけは残ってるのかなっていう感じ。本当なんかし、あ、こんにちは。あの松原のところまで散歩してきたんですけれども、はい、たまたまなんかこの辺にお寺がたくさん集まっているんだというお話をしました、ね、あの昭和の初めにね、はい、あのみんなこれ築地にあったんですよ。あ、そうなんですか。その築地からね、あの越してきたんですけどね、関東大震災の後の区画整理でありましてね、それでも烏山もここもまとまっていてきたんで、あのお寺が、なんか建物自体なんかあの築地の本願寺さんのまあこれはね、戦後ね、間もなくね、ええ、それこそ昭和の33年ですか、はい、に建ったもんですからね、ええ、まあほんのまあ仮本堂になってはいるんですけどね。なんか何度も何度も火事に遭われてるし、私んとこも火事に事情がある。それこそ370年内で8回火事に遭ってますからね、非常に火事に遭ったことの多い寺なんて、うん、で火事、それこそ火事は消えたが消防寺っていうような歌があったから。あ、そうなんですかあ、ですがもちろん世田谷に越してからはまだ一度も火事に遭ったことはないそうです。そろそろ夕方が近くなってきたからお地蔵さんだ、世田谷らしい ね、 あっちにもお地蔵さんがもう一つあるの知ってる？知らない。三角のところの、とんがったところ。あ、こんにちは。こんにちは。お掃除ですか、このお地蔵さんって特別名前かなんかあるんですか？芸名、あ、芸名ね、匿名ですね。匿名地蔵。古くからどれぐらい前からあるんですか？ああ、そうですか。享保年間ですかね。ああ、そうなんですか、ね、なんかやっぱりこう三叉路になっていくようなこういうところで、ね、そうですね、三叉路の中央というちょっと変わった位置に鎮座した匿名地蔵は別名子育て地蔵と呼ばれ、松原五六丁目地蔵保存会の皆さんが月に一度か二度こうして集まってはいろいろなお世話をしています。このお地蔵さん T シャツ着てるこれは衣装替えとかそういうことをなさるんですか？時々お地蔵さんね、いや、これはね、あっちいろんなの着てるのか、やっぱりなんか信仰知ってる人が、はい、あのじゃあ皆さんご存じないうちに、そうそう、なんですか、綺麗だね、綺麗だってか、う、ね、うん、よく作られて、これ可愛いな。これはね、中学生かなんかが作ったと思う、梅中のお地蔵さんに別れを告げて、梅ヶ丘中学校前に作られた草花タイルの道を行く芦沢さん夫妻。なんだろう、でもね、一度歩いたことあるのね。
人と言わないわ ね、まあ、ここね、何回か歩いてるんですけどね、うん、この道を抜ければ羽根木公園はもう目と鼻の先です。羽根木公園です。梅が咲いてるのかな。もうやっぱり桜よりね、本当はね梅の方がね風情があると言いたいでしょ、うん、いいもんなんだよそれね、匂いがすごくいいの、うん、もうしっかりね、うん、そうね、やっぱ梅はね、なんか日本的なのかな、うん、いいね、うん、今、梅祭りでにぎわう羽根木公園は春の訪れを告げる花と香りでいっぱいです。寒さに凍えていた体をうんと伸ばして、そろそろ春の足音を聞きに表に出かけてみるのもいい季節ですね。